わざわざ健太です。ラストです。そうね、今回はですね、はい、こちらロックスのクライミングショーツとね、グランミチのショーツ比べてみたいと思います。はい。まあ、唯一気をつけてほしいのが、うん、っていうことでね、はい、こちらのショーツ比べていくんだけど、うん、まずこちらのグラミシというブランドはですね、うん、前にケントがね、まあ、購入して、はい、1年前か、うん、購入して最近ね1年間使用してどうだったっていうことでね、うん、レビュー動画出してます、はい、で良かった場所とか悪かった場所、まあ、話してるんだけど、うん、今回はこのグラミシの創業者でもあるマイク・グラハムっていうね、はい、まあ、ロッククライマーがいるんだけど、うん、そのロッククライマーがね違うブランド作ってんだよね、はい、でグラミチ辞めて、うん、新しくこのロックスっていうブランド作ってるんで、うん、その比較をしていきたいと思うんだけど、うん、もうほんとそっくりそっくりだね、ね、うん、ほぼ同じなんだけど、うん、まあ、どう違うのかっていうのをねちょっと話していきたいと思います、はい、でこのグラミチはですね1982年にできたブランドで、うん、そのクライマーでもあるマイク・グラハムが、まあ、普通の市販のねロッククライミングウェアでは満足いかないということで自分で作っちゃったブランドで、はい、だから本当にロッククライマーが、うん、必要としてるディテールがね、そう揃ってんだよね。揃ってます、うん、でそれをね知りたい人はね前の動画も見てほしいんだけど、うん、でマイク・グラハムがね、うん、まあ、作ったの自分のブランドなぜやめたかというと、うん、なんか自分の作りたいものじゃなくなってきたというか、うん、方向性がね、うん、変わってきちゃったということで、うん、もう自分の新しいブランドを作ったんだけど、うん、このグラミチが1982年にできて、はい、このロックスが2000年にできました、はい、結構さもう18年ぐらい確かにいたのに、うん、多分自分の多分ロッククライミング の、うん、そのウェアを作りたいのに、うん、どんどんちょっとね、まあ、最近もだけどファッション寄りにちょっと寄ってきてるというか、ね、まあストリートとかもさ結構着るじゃん、うん、こういうのね。だからそのやっぱりガチのロッククライミングウェアが作りたいということでロックスを作ったんだよね、うんうん。今回はですね、うん、このナイロンショーツに焦点を合わせて、うん、まあ、サイズ感だったりここを買うときに注意してほしいってことをちょっと話していきます、うんうん、はい、で、まあ、グラミチの中でもさ、うん、ナイロンショーツでも違うのもあるし、あるね、ロックスでも違うのあるから、うん、一概には言えないんだけど、うん、今回はこの2つだけで、ね、はい、比べていきたいと思います、うん、でまず今回の主役であるロックスなんだけど、うん、はい、これはナイロン 100% で、はい、実はピグメント染めということで、そうだよね、これ後染めになってます、うん、ね、ナイロンって染まんだね、ね、後染め確かにね、知らんかった。でもあれじゃん、なんかダイロンとか使えば染まるみたいな書いてあるから、あ、そうそうそう、だからまあ染まるは染まるんだけど、うん、なかなかナイロン素材で後染めの商品ってなかなかないね、うん、ないね、うん、でディティール紹介するんだけど、まずロッククライミングショーツということで、うん、まあ、欠かせないポイントがねあるんだよね、はい、で両方とも備わってます、それは、うん、第一にベルトなんですけど、このベルトがウェビングベルトって言って、うん、まあ簡単に言うと片手でアジャストできるんだよね。そう、あのクライミングショーツだから、うん、そのやっぱり両方手離せないじゃん。でそのために片手でこのアジャストできるという、そうで備え付けのベルトついてますこれ、うん、でもう一つの点なんですけど、もう一つはこの股下、うん、股下にこのガゼットクロッチって言って180度足が開脚できるようになってます。そう、普通のショーツだとさ、うん、まあ、こう股ってこんな開かないじゃん、うん、でこのロッククライミングショーツは生地が追加されることによって、うん、この股開いても突っ張らないということでね、そう、この足の可動域がめちゃくちゃ高いんだよね、うん、だクライマー向けですね。そう、クライマー足こうやって上げてね、うん、登るから、うん、そのクライミングのディティールになってます、はい、でこれはね2つとも全く一緒、一緒だね正直、うん、ね、うん、変わってるっていうかまあ同じです、同じなんだけど、うん、まあ、唯一気をつけてほしいのが、うん、サイズ感ですね。サイズ感だね、ここがね、うん、本当に違います。そう、まあ、一回持ってみ分かるかな、ほぼ同じでしょ、ほぼ同じなんだけど、うん、こっちが M サイズです、これ M サイズ、うん、でこっちがなんと XL なんですよこれ、ね、やばいんですよこれ XL だよ、XL でこの感じだから、うん、そこだけ本当に気をつけてほしい。そうだから普通にグラミチ M だから、うん、ロックス M でって買っちゃうと、うん、マジちっちゃいから、すげえちっちゃいです、ね、はい、そこだけマジ気をつけてほしいね。もう結構トランクスみたいになっちゃうから本当にね、アンダーウェアの、ね、うん、この後ねケントは来て、うん、まあ、見せるんだけど、うん、本当にこれ M だったらヤバかったなっていうのは分かると思うから、うん、まあ、そこをね見てほしいね、うんうん、であと同じなんだけどそのシルエットが違います。シルエット違うね、これでも分かるじゃないちょっと。グラミチの方がそのここの裾の部分がさ、うん、まあ、広がってはないけど、まあ、ストレートなんだよね、うん、でこっちは少し狭いんだよ。そうだね、こうちょっとすぼんでるって感じだよね。そう、うん、まあちょっと着てないから分かりづらいんだけど、うん、まあ後でね、あの着用度があるんでそこの時に多分分かるんだけど、うん、まあ違いますね、はい、
である程度のそのね、さっき言ったようにそのウェディングベルト、ガゼットクロッチって言って、うん、クライマーに必要なね、うん、ディティールは本当一緒なんだけど、うん、まあ、若干違います。そうだね、こっちとこっちで。で、こっちはね、あの、まあ、ここのね、部分、あの社会の窓、はい、うん、がありません、こっちはね、うん、で、まあ、この商品はね、うん、ロックスの中でも、うん、探せばあるやつもある。そうだから、どこの基準であるのかないのかっていうのもちょっと分かんないんだけど、まあ、ないのもあるから、うん、そこ気をつけてってことで、うん、まあ、グラミちゃんももしかしたらないのもあるかもしれない、うん、ね、そうだね、うん、で、あとね、このポケット、ポケットはね、ここ違います。こっちはね、斜めにこうなってるで、うん、まあ、入れやすくなってるんだよね、うんうん、で、こっちは斜めじゃなくて、ここにね、まっすぐまっすぐなってるから、うん、そこが違いますね。はい、で、こっちの方がさ、うん、ロックスのクライミングウェアのガチっていうか、ガチ勢が使うクライミングウェアって言われてるじゃん、うん、で、なんでこっちの方がさ、いいのかな、縦の方が。どうなんだね、逆に落ちないんじゃない、物が。こっちの、あ、確かにね、うん、こっちの縦のやつってさ、うん、うちらが着ると、うん、座ってる時に物落ちちゃうとか、イメージがね、あるね、落ちちゃうんだよ、うん、で、こっちの斜めだと、あまり座ってる時に落ちないじゃん。なるほど。でも、クライミングしてさ、座んないからいいのか。で、足をこう持ち上げた時に、うん、逆にこっちの落ちやすいのかもね、もしかしたら。かもしれないね、うん、で、後ろなんですけど、うん、後ろは片方ポケットです。片ポケです。はい、うん、まあ、こっちはね、ジッパーになってるけど、うん、まあ、こっちはマジックテープということで、はい、うん、まあ、両方こっちのグラミシのマジックテープもあるから、うん、そう、まあ、そこもね、言うて変わりません、はい、で、ロゴがね、うん、ロックスがこうボーンって入ってるよっていうのが分かりやすいかな。そうね、うん、で、あとですね、生地感が若干違います、うん、そうね、同じナイロンだけど、うん、こっちの方がちょっと聞いたら分かるかな、相当分かるかな。こっちの方が粗いよね。粗い。こっちの方がシャカシャカ音する。そう。こっちの方が分かりづらいな。ね。でも生地感が違うんだよね、これ。こっちの方がなんかしっとりした感じかな。ね。まあイメージ、ね。言葉を選ぶと。うん。で、こっちはさっき言ったようにピグメントだから、うん、育てられるんですよね。そう。うちらが大好きな育てられるから、うん、で、その育てられる感じだとこっちの方が良さそう。確かにね。生地感的に、うん、こっちはやっぱり育たない感じがするよね。なんかだってこれもう1年着てるけど別にそんな育ってる感ないもんね。うん。うんうん、こっちがいかにさ、あの経年変化っていうかピグメントで色がさ、うん、落ちていくかっていうのちょっと楽しみだね。確かにね、うんうん、はい、ということでね、はい、ディティールとかちょっと違いをね、まあ、見てきたんだけど、うん、まあ実際に着てみないとね、分からないということで、うん、ケントが来たんで見てみてください。はい、はい、まずグラムチなんですけど、166cm で M サイズ着用してこんな感じです。ちょうどだね。そう、うん、で、ちゃんと腰っていうか普通に履いてこんな感じですね、うん、サイズ感とか。まあ膝上で、少し膝上で、まあ、履きやすい着丈かなと思います、うん、はい、こちらロックスなんですけど、うん、こちらは XL です。 XL でちょうどだもんね。そう、うん、で、まあ、さっきと違うのはさ、あのロックスの方はやっぱりなんだろうな、ここの裾の幅が狭いよね、うん、だから横とか見たときに広がってないよね。確かに、うん、だからさっきのサイズ感とかは、うん、グラミチのが M なのにでかいね、うん、で、ロックスはやっぱこんな感じだね、うん、うん、で、ロックスで M 入ったらすげえちっちゃいの。ちっちゃい。で、まあね、XL だから、うん、あのウエストは少しゆとりあるけど、うん、このベルトで、うん、まあアジャストできるから、まあそんな気にならないから、うん、サイズ感的にはね、こんな感じですよね。ね、XL で本当ぴったしだよね、うん、これでもタイトって言っちゃタイトだよ。確かに、うん、だから本当のロッククライマーはやっぱ M ぐらい履いて、うん、ちっちゃく履いて、うん、のが普通なのかなだと思うね、うん、はい、ということで履きました、うん、やっぱもうサイズ感ですね。サイズ感が違うね、うんうん、まあ、グラミチが僕、まあ、着ててさ、うん、まあ、もちろん良さは分かってるわけじゃん、うん、これもめちゃくちゃ履きやすいし、うん、まあ、実際にタウンユースしててもこのウェビングウェイトだったり、うん、ガゼットクロッチ の、うん、その良さっていうのあるじゃん、うん、でこっちもまあほぼ同じじゃん、うん、ね、まあ、ブランド変わってるけど、うん、でもこれやっぱサイズ感が違うから、うんうん、ほんとこれ XL で一番上のサイズだよ。そうね、でこれだから、うん、だからうちらはまあ別にそんな大きくないじゃん身長的にも、うん、で XL じゃん、うん、だほんと身長でかい人はね着れないんじゃない。着れないねこれね、うん、だからそういう分では、うん、そのグラミチの方がみんな使う分には一番いいかな、うん、そうだね、うん、だからまあグラミチの方がさ、うん、
そのシルエット的にも、うん、まあまあ合わせやすい合わせやすいかもしれないんだけど、うん、まあ、こっちは本当にガチだね。そうだね、ガチのガチのロッククライミングウェアだから、うん、まあ本当に M サイズで着ればもうすごいタイトで、うん、多分ロッククライマーはそういう着方するのかもわかんないんだけど、うん、この XL で着てもあのタウンユースだったら全然いいと思います。そうだね、うん、であとねここまあ結構さ俺も丈長いのあんま好きじゃなくて、うん、丈長くてあと結構こういう風にワイドになってるの好きじゃないから、うん、XL であのこの感じ あのロックスのやつ好き結構、うん、確かに膝上でちょうどいいしなんかやぼったくなるね、やぼったくなるね、うんうん、だこれ結構いいな、うんうん、で値段なんだけど、うん、あのネット見た感じだとグラミジェの方がちょっと安い感じ、うん、で多分ロックスの方が少し1000円ぐらい多分高いっていう設定で多分作ってるから、うん、まあそこは違うよね、うん、確かにね、うん、でこのまあクライミングウェアでさ、うん、グラミチ、ロックスあるんだけど、うん、実はもう一つブランドだよね。あるのね。そのマイク・グラハムが作ったブランドということで、うん、ストーンマスターっていう、うん、ブランドがあるんだけど、うん、それはまだね手に取ったことないし確かに見たこともないよ俺でもね、うん、だからどう違うのかそこもねちょっと気になっちゃう。確かにね、うんうん、だってグラミチとロックスが、うん結構一緒じゃん。一緒なんかブランドが、うんまあ、作りたいのが変わったとか言って、うん、言ってたけど、まあ、結構似てるじゃんよ、ね、うん、うん、そのストーンマスターがどんだけ違うのかそれがまた結構似てんのかとか、ね、そこが気になる、ね、気になるめちゃめちゃ。はい、ではね今回比べたんだけど、うんまあ、気になった方はね、うん、下にリンク貼っとくのでよかったらね、はい、チェックしてみてください。はい、この動画が良かったと思ったらグッドボタンですね、コメントくださるとねうちらモチベーション上がるんでよかったらコメントもお願いします。であと Twitter、Instagram、うん、こちらやってるんでよかったらそちらの方もチェックしてください、はい、でチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。 バイ。